に弱い人たちがいたから、女たちは犯され、老人と子供は燃やされた、若者は奴隷に歯向かう者は一人残らず削られ、川は死に、ビルが立ち並び、求められたものは発明家でしょう。したくないんだってさ、それを聞いたインタビュアーがかっこいいって言いやがった。素晴らしい世界。